安川太選手記者会見で怪我による欠場を発表しましたが、その辺の事情をもう一度説明お願いします。はい、安川アクトです。いろいろ謝罪することがありまして、まずは怪我を押してでも試合に出たかったんです。試合に出たくていろいろ意地を張ってました。なんかそれでご迷惑をかけたりとか混乱させてしまったことをとても謝りたいと思います。申し訳ありません。でも頸椎をやってしまいましたが、首から下はとても元気です。もう元気で、全然元気でこう動けるので、この機会を、逆にこの機会を使って体作りに専念しまして、体作ってリングに戻っていきたいと思います。そしてアーティストベルトの方なのですが、こちらは親分にもファンの方々にも申し訳なく思ってます。でも親分が言ってくださったように、これを乗り越えて強くなって私は戻ってきますので、必ずリングの上に立って試合してみせます。だから皆様待っててください。頑張ります。よろしくお願いします。以上です。